カオスゼロナイトメア。リリース日は24年下半期予定。ジャンルは RPG。開発はスーパークリエイティブ。プラットフォームは iOS、Android。本タイトルの開発元であるスーパークリエイティブは2019年にリリースしたビレーアニメティック RPG エピックセブンや24年5月にリリース予定のビジュアル物語 RPG アウタープレーンの開発スタジオで、特色は自社開発グラフィックスエンジンユナエンジンを採用したアニメーション描写や演出を得意としています。そんな開発スタジオの新作 RPGカオスゼロナイトメアの概要は、個性豊かで魅力的なキャラクターを収集していく RPG で、ローグライクジャンルのみならず様々なジャンルの良いところを融合させ、エピックセブンから継承された自社が得意とする 2D アートワークとアニメ演出力を加え、これまでにない新しいプレイ感覚を楽しむことができる内容となっています。物語の概要は、謎の黒い霧カオスに地球が侵略され、人類は地球から脱出し、テクノロジーを駆使し、絶望的な状況から希望を探るためカオス得意点を探索し、謎を解き明かすといった内容。キャラの設定上、カオス探索を行うことで激しい混沌と恐怖に陥って精神が崩壊してしまうらしく、登場キャラは結構ネガティブ要素を含んでいるみたいで、二面性がありそうな感じがします。 PV 見る限り結構世界観や設定自体は面白そうな内容で、さらにアニメーション演出などにも力を入れているので、没入感高いストーリー展開が期待できそうです。また RPG ということで、バトルはエピックセブンのシステムを踏襲した速度優先によるターン制 RPG を採用していそうな気がします。キャラの収集要素があるので、マネタイズとしてキャラガチャの実装が予想されます。まだ憶測の域を出ないのですが、エピックセブンの開発元ということもあるので、結構期待できるタイトルなんではないでしょうか。24年下期リリースということなので、新情報があればまた紹介したいと思います。